私、負けるんだ。ガンモちゃん。 ガンモちゃん、君のお礼の愛情はそんな程度のものだったのか。何なの、高杉君。おっと、高杉君、突然早川投手に向かって何か叫び始めました。昨日俺はなぜか君に会えなかった。だからその時言えなかったことを今ここではっきりと言う。初めて君の球を打ったあの日から俺は君に恋をした。 だから、どんな障害があっても構わない。俺はこれから先、君だけを追い続ける。君が信じようが、信じまいが関係ない。これが偽らざる、俺の気持ちだ、ガンモちゃん。これは、もしかして、愛の告白なのでしょうか。公式試合今最中のこんな場所で、なんと大胆なことでしょう。高校野球史上、前代未聞の事件です。ヒロキ君ったら。 何やろう、我らが両者に何つこと。校長、ガンモちゃんというのは一体何でありますか。わしが知るか、そんなこと。しかし、俺が世界一好きな君の球は、こんな物じゃない。俺の大好きな君は、そんな弱虫じゃない。まだ続きます、高杉君の告白。俺の大好きなガンモちゃんは、どんな時も決して諦めずに全力で夢にぶつかっていく、そんな女の子なんだ。 もし君が俺と同じ気持ちなら、愛があるなら、次の球は稲妻ボールだ。チクショー。さあ、君の答えを聞かせてくれ、ガンモちゃん。チクショー。チクショー。 今のリオちゃんのどこからそんな力が湧いてくるんだ。さすがガンモちゃんだ。しかし次は打つ。何、ファール。ファールとはいえ、さすが高杉選手、稲妻ボールがバットに当たったのは今大会これが初めて。 惚れ直したぜ、ガンモちゃん。そんな最高の君だからこそ俺は打ち砕く。これが最後の。さあ、カウントは2-3。私の答えだ。じゃあ、これは大きい。 高杉君、さよならホームラン。雪。如月女子高校、甲子園への夢は露と消えました。 お前たち、よくやった。亮、お父さんも見てたわよ。